ペドロデアルバラードペドロデアルバラードイ・コントレーラスは、スペインの探検家、コンキスタドール、エルナン・コルテスの右腕として活躍し1524年に、グアテマラを征服した。彼は、生前から先住民に対して取った、残酷な行為、富に対する執念が語られることが多かった。スペインのエストレマデューラ地方バダホスの下級貴族の家に生まれる。大西洋を渡りキューバ島を征服。 ユカン半島探索隊へ参加し1518年に、コルテスの遠征隊に合流。道中のトラスからの地で主張の娘を与えられ、そのことによりその地の人々も遠征隊に加わった。アステカに到着後の1520年5月初め、コルテスはアルバラードに、兵120を託して、テノチティトランに残し、自らは海岸地方へと向かった。まもなく、 テノチティトランでは祭典に興じるアステカ人を見て恐怖に駆られたスペイン人残留部隊が大虐殺を行ってしまう。それに激怒したアステカ人たちが一斉に武装を放棄したためアルバラードたちは宮殿に包囲されてしまった。急遽テノチティトランに引き返して牢上中のアルバラードたちと合流したコルテスは停戦しようとしたがアステカ人たちは攻撃を続けた。 やむなく首都撤退を決断して、かろうじて追撃を振り切って逃げ延びることができた。この三撃は後に、悲しき夜と呼ばれることになる。その後、アルバラードたちは、反撃を開始し激しい攻防戦によって、テノチキトランは廃墟になった。1523年に、南の地方を探るため遠征に出発。法四門、騎兵135、 不評300など420名のスペイン人とトラスカラ人同盟軍を率いてグアテマラ太平洋岸に上陸、高地へ向けて侵入を開始して先住民の王国を打ち破りながら1524年にはグアテマラを征服した。1524年にはクスカトラン王国に侵入し、1525年にはピチュアテオカン、アウアチャパンを制圧。ソンソナテ及び スチトと近郊ベルムーダの西を建設した。1526年にメキシコのアウディエンシアで彼のグアテマラ戦団に関して批判が高まる。アルバラードは正解工作のため本国に戻り、翌年グアテマラ総督に任命され帰国すると、征服直後から発生していた反乱を3年にわたり鎮圧する。1530年には太平洋の探検を企て、 太平洋岸の港で造船を開始するが資材を運ぶために先住民に過酷な労働を押し付けた。しかし1534年にペルー遠征に出かけ失敗してホンジュラスへと向かいそこからスペインへ再び渡航した。ホンジュラスの利権に絡み王室に工作、ホンジュラスのクアテマラ編入を認めさせ1539年に帰還した。それから間もなく、 モルッカ諸島を目指し航海に出る。途中立ち寄ったメキシコで、ヌエヴァガリシアの先住民の反乱鎮圧を要請され、予定を変更して、グアガラハラに向かうが、1541年、戦闘に敗れ、退却中に落馬事故死した。ありがとうございます。